今日も全国的に厳しい暑さになっています。東京などすでに35度を超えたところもあり、熱中症に警戒が必要です。日本列島は今日も太平洋高気圧の勢力が強く、全国的に暑くなっています。東京では午前10時12分に35度まで上がり、今年最も早い猛暑日となりました。その他、群馬県の桐生や静岡県の浜松など多くの地点で35度を超えています。午後はさらに暑くなり、静岡で38度、前橋で37度まで上がると予想されています。熱中症警戒アラートは長野県に初めて出されるなど、関東甲信の全域に発表されています。この暑さは来週にかけて続くとみられています。